本当に大丈夫なのかよ。届け出して延長で部活やってる連中以外もう大体みんな帰ったと思う。30分で閉めますよ。あ、はい。じゃあ来なさいよ。え、いいの？芝居よ芝居。特訓だって言ってるでしょ。そうだった。まずはどうすればいい？そう。手を握って。手を？もっと指と指を絡める感じで。こんなんでいいのか。うん。次は？髪を触って。こんな感じ。そう。で？じゃあ、キスして。ストップ！タンマタンマ！なんだよ。本当にキスとかしたらぶっ殺すから。わかったよ。それじゃあ次ね。優しく抱き寄せて。優しく抱き寄せると。悪い。強すぎたか。うん。大丈夫。よし。じゃあ次は。耳元で好きとか囁いてみて。世界好きだ。世界ダメだって。カツラさんのふりしてるんだから、ちゃんとことのは好きだよって言わなくっちゃ。いや、だって目の前にいるのは世界だし、ことのはとは言いづらいよ。しょうがないな。それで次は胸かな。かなって頼りないな。当たり前じゃない。私だってこんな経験ないんだから。ねえ、胸でいいの？胸を優しく撫でるようにして。っていうか本当にいいのか？服の上からなら許す。え、ほんの少し外だからね。あ、おう。なんで黙ってるのよ。どうせ桂さんに比べて小さいなとか考えてるんでしょ。いや、そんなこと。少しは。悪かったわね。動かしていい？え、うん、少しなら。世界、俺、世界が欲しい。まこと。世界、俺もう。ちょっと、もうこれ以上はやばいって。やめてよ、やめてったら。ごめんな。いいのか。特訓だからね。あのさ、私ちょっと寄ってくところがあるんだ。だから誠は一人で帰って。じゃあまた明日。世界さ。何？あのさ、今度また特訓の続きを。世界。ダメ。特訓はもう十分。それ以上はカズラさんとやることだよ。そんな顔しない。うん、もうしっかりしろ。うん、また明日な。Thank you.
カト君。あのメール見てもらえました？あ、いや悪い、まだ見てないんだ。いいんです、あの今朝はごめんなさい。ああ、いや俺の方こそ昨日は悪かった、ごめん。じゃあ仲直りの印に今度の日曜日二人でプール行きませんか？プール？